今まで川崎さんには国際協力に興味を持ったきっかけから JICA 海外協力隊っていうところに参加して、で今の現職っていうところのお話いただきました。はい、一貫して国際協力っていうところをベースにして今働かれてると思うんですけど、いろんな国行かれてると思うんですね。はい、今まで何カ国行かれたことあるんですか？56カ国、はい、まあ、アフリカも中東も多分いろんな国も多分行かれたと思うんですけど、はい、海外っていうところをすごく経験されて、日本っていうのをどう見てるかっていうのをお聞きしていいですか？はい、はい、そうですね。展示とかをしてるとこういう質問をしてくれる方々もいるんで、僕自身も考えを深めたことでもあるんですけど、ポジティブな面からいくと日本ほど統率というか、集団的な行動に優れてる国はないんじゃないかなみたいな、まあ、ルールは守るっていう、ポイ捨てをしないとか順番を守るとか、はい、まあ、電車とかの列を守るとか時間通りに物事が運ぶっていう点は日本のその優れた点かなと思います。で、まあ、ネガティブな表現になってしまいますけど、それで言うと本当にいろんな人が生きてて、その根底にある価値観も様々でっていうのを海外で触れてきたんですね。でそれは裕福な人であっても貧しい暮らしを強いられてる人であったとしても、はい、なんかこう人としての考え方っていうのは本当それぞれで、うん、日本の人たち、まあ、一緒くたには考えられないですけど、かなり均質化された社会っていう風に感じます。もうみんな右習え左習え前へ進めみたいな感じで動いてるようにたまに感じることがあります。で特にはっきり言えばメディアが言ったことをそのまま飲み込んで自分が進むべき場所であったり左右されてる人が多い気がするので、自分の意思とか主体的に何か物事を考えるっていう力がそこまで強くはないのかなと感じます。そうですよね、うん、まあ、特に僕たちとかはアフリカとか、うん、まあ、いわゆる離れた情報とかを実際に知ってるので、うん、そういった情報を取ってきた時に一旦自分に落とし込んで、うん、その情報が全てだと思わないみたいな考えがあると思うんですけど、まあ、日本人の多くの方ってその情報を鵜呑みにして、うん、じゃあそれはそうなんだっていうもので決めつけちゃうっていう傾向は確かにあるのかもしれないですね。はい、なるほど、ありがとうございます。川崎さんの考える国際協力って何かっていうところもお聞きしていいですか？はい、国際協力っていうこの漢字4文字の単語を聞くとうって感じる人もいるかもしれないんですが、まあ、根底にあるのって楽しく人と会話を交わしたいっていう思いしかないんですね、僕自身は。で手を取り合って何かをとか、まあ、共通の課題を解決していきましょうとか自分ができることを目の前の人にしてあげましょうっていう話は日本社会どこにでも見受けられる光景だと思うんですよね。はい、なので、まあ、僕自身の国際協力っていうのは知らない世界を見せてくれる身近な世界、ちょっとこう逆説的な表現ですけども知らない世界、知らない刺激を与えてくれる世界なので、そういった世界に魅了されている感じですね。実際に川崎さんが国際教育に携わられていて、うん、こういうことを伝えたいとかってあったりしますか？はい、まあ、そうですね、何か専門的な能力を持ってないと飛び込んではいけないみたいに考えている、僕自身もそうだったので考えている人が多いと思うんですけども、国際協力イコール海外で困っている人たちのために何かをするっていうわけではなくて、例えば今僕自身も興味を持ってるんですけども、日本に住んでいる外国人、例えば日本語が分かんなくて道で困ってたりだとか生活不自由してる人を助けることであっても、まあ、国際協力ですし、あまりこう単語にとらわれすぎずに自分ができることをちょっと背伸びしてやってみるっていうことの延長線上になんか僕らがいる世界があるのかなって感じるので、一歩目って怖いんですけど、やっぱこう言葉が通じない中でもこの人と分かり合えたって喜びの方がその恐怖をはるかに上回るので、恐れず最初は友達とでもいいと思いますし、なんかちょっとずつこう自分の外側の壁を剥がしていくっていうのができれば僕自身こんな面白い世界はないのかなって感じてます。なるほど、ありがとうございます。はい、コミュニケーションありきというか、心を通じ合わせて何事もなんぼだと僕自身は思ってるので、はい、そこを忘れずに、まあ、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に、今国際協力に携わろうと思ってるんだけど一歩踏み出せない人とか興味があるんだけど何していいか分かんないっていう人たちに一言アドバイスいただいてもいいですか？はい、まずそういう世界に飛び込もうと思った時に現地にいる自分をイメージできなきゃなかなか一歩目って踏み出せないと思うんですね。でそうなるためにどんな準備をしたらいいか分かんないっていうところがあるので、自分と似たキャリアを踏んだ人に会いに行って話を聞くとか、うん、まあ、どんな風に準備しましたかって直球をぶつけるのがいいと思います。で、まあ、僕自身は周りにそういう人たちがあんまりいなかったので本を読んだりネットで情報収集
習するしかなかったんですね。でちょっとずつ身近にそういう人たちが現れ始める時期がなんか来るような気がするので、まあ、それがなんか一個のサインかなと思います。で現場を見ずして国際協力を語れないっていうわけでもないと思うんですね。いろんなこう頭の中でケーススタディじゃないですけど、こういうパターンの時はこうすればよかったよな、あれは本で読んだなっていうのも一個の知識だと思うので、まあ、それを実験する場をきっちり持つことなので、インプットとアウトプットのまあバランスを取りながら、国際協力もいろんな役者で成り立っている舞台なので、 NPO、NGO なのか企業なのか国の組織なのか国連なのかとか、私みたいな自営業なのかとか、いろんな人たちがいる分野なので、まあ、自分の向き不向きに合わせて情報収集をしていくっていうのがまあいいかなと思います、うんうんうん、やっぱりその中で一番重要なのは考えたら行動するって感じですかね。考えたら行動する、あと楽しむことですね。そうですね、はい、確かにやっぱり考えてるだけだと行動にはつながらないかもしれないし、行動することで考えることも発生して、でその場を楽しんでもらうっていうところが、いわゆる国際協力に携わることで重要なんですかね。はい、そうだと思います、うん、ありがとうございますはい、ってところで今回はすごく異質な経歴を持っている川崎さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。